や、参ったね。言わないよ、今週は。俺も。バカ野郎。もう言わないよ。な、たけしさんの世紀末独断かっていう。な、食べげないんだってね。やろ。たけしさんもそんなストレートに言わないよ。え、あの頃のたけしさんだってそんなストレートには言ってなかった。カツラがさ、もうどうしたの。TBS のカツラさんのモークとか、それでたけしさんを表現するのやめてくれるか。いや、僕の中では、ダンカンこの野郎っていうのはあんまないですからね。まあ、どっちかというとカツラこの野郎とかの方ですから。しかし本当にもう参っちゃったんですよ。何で言う。てか、ちょっと本当語りたいんです、僕は。お上さん。いいよ。おもう大きい言いますけど。なんで謙虚もしたよ。な、普通のトーンで話しゃいいじゃんかよ。あのね、僕は、もう、で、言いますわ。うん、もうぶっちゃけ、感動した。感動したよ。古いよ、今更そのモノマネ。いや、モノマネじゃない、感動したの。感動したが感動したってだけ。何に？わかるでしょ、大体。わかんねえから聞いてるんだろ。わかるでしょって、大体ニュースとか今見てるでしょうか、世の中の動きとかさ。え？何？上田さんでわかるでしょって、テレビ、ニュース、新聞、いつも読んでるんですから。何何のことだと思いますじゃん。いや、わかんないから聞いてんの。あるでしょ、最近のこう、いろいろ見れば。何よ、わかんないって、本当に。でかいニュースがあったじゃないですか。ん？おう。あったよ。あったでしょ。それは、おう。まあ、じゃあ、僕が代わりに言いますわ。うん。ミルコ優勝。それそれじゃないだろ、日本国民的には。ミルコ優勝は何があるんですか、今。知らんよ、そう、ミルコが優勝したなんて、なんかうっすらぐらい、なんかうっすら聞いたかなぐらいだよ、こっちは。もうね、すごいんですよ、おじさん。あのね、ミルコ・クロコップって選手を、ちょっと言わせてもらいますと、うん、ミルコ・クロコップって選手は、うん、あの、K1 からプライドに移籍してきました。うん、で、それで、トップになるっていう夢を持ち続けてる。うん。要はチャンピオンになると。で、そのプライドの中のね、トーナメント優勝する。うん、で、まあ、こう、チャンピオンにたどり着くまで、戦ってきたんですよ。うん、ね、2ヶ月に1回あるでしょ、プライド。うん、で、間にプライド武士道っていうのが入るんですよ。で、普通ね、2ヶ月に1回の試合ってなかなかないの。うん、みんなほら、体力が、この問題で。でも、ミルコだけは、早く俺はチャンピオンになりたいっつって、うん、1試合するでしょ、勝つでしょ、左ハイキックで。うん、おおと思って、じゃあ次のプライドも出るかな、まあ出れないか、体力的にと思ったら、間の武士道にも出るんですよ。で、また左ハイキックで勝つんですよ。うん、で、またプライドも出てっていうのを繰り返して、うん、で、やっとこう、ヒョードルにたどり着いたわけです。うん、ヒョードル戦。したらヒョードル怪我だったんですよ。はい、で、流れちゃったの、うん。で、この試合は出れない。うわぁ、かわいせぇなぁと思って、うん。で、その間に、じゃあヘビー級トーナメントが始まったの。うん、じゃあここで優勝すればいいんだな、ヒョードル。勝ち上がれば、ヒョードルと戦えるんだなと思って出たトーナメントで負けたんです。まあ、ケビン・ランデルマンにボコボコされて失神しちゃったんですよ。うん、で、また1から。うん、一から、で、一からだから、もう一回やらせてくれっつって、武士道だなんだって、また細かい試合もいっぱい出て、うん、で、やっと、兵道にたどり着いたんですよ、一回。うん、そしたら負けたんです、うん。で、もう正直、ミルクもすげえ人気あるけど、評判はあんま良くなかったわけですよ。うん、どうせあいつ負けるからなと、うん。そしたらね、この間、シューバーと一回戦やったんですよ。うん、もうシューバーノリに乗ってるわけ。うん、もうこの間、藤田倒してますから。うん、もう、圧倒、冷静に。もう、見ることでコンピューターみたいな人ですから、うん、もう冷静にもう、ぶっちょうずらでボンボンやるんですけど、うん、シューバーを KO 勝ちですよ、うん。左ハイキックで。しかも左ハイキックですよ。らしいね。うわーってなって、うん、で、次はノゲイラと、ジョシュ・バネットにっていうのをやったんですよ。ジョシュ・バネットは勝ったんですよ。うん、まあこれも意外だったんですけど、ジョシュ・バネットすごい強かったんです、うん、して、試合前、こうやって向き合いますね。決勝戦ですよ。うん、そしたら、バーネットと、笑顔で会話してるんですよ。顔に傷、お互い つける、今から試合するのに、うん、なんか、仲いいんですよ。2回試合してミルクは2勝してるんですけど、仲いいんですよ、もう今。うん、だから、なんか、うん、ちょっと、うん、今日まあこういう形だけど頑張ろうか、みたいな、ニコニコして喋ってんの。うん、その後、その人を殴れますかって話ですよ。まあ多分感覚が違うんじゃない、だから。多分だから。スポーツマンシップという意味なのかもしんないけどさ、いつもだったら睨み合いとかしてさ、一応闘争心に火をつけたりするじゃない、いくら仲良くても。うん、まあね。もうこうやって、うん、お互いいいファイトしような、みたいな感じで、別れて握手までしてんのに、うん、顔面を、クラーって、まあね、連打するわけですよ。で、倒して、うん、で、結局、KO 勝ちですよ、ミルコ。うん、そしたら、ミルコが、初めて泣いたんです、リングで。ほうほうほう、あのコンピューターみたいな人が、うん、今までの人生で一番嬉しい日だと。うん、
しかもなんせその日誕生日だったミルコ、これ劇的なんですよ、うん。みんなからハッピーバースデーとか言われてさ、泣いちゃったんですよ。うん、もう感動してね。しかもね、終わった後に新聞とか読んだら、ミルコはバーネットにね、一緒の道場で戦おうって言ったんだって。あの、試合が終わったと話してたんですよ。何だろうなと思って気になったんですけど、お前とはもう戦いたくないと。うん、親友だから、うん。だからクロアチアに一緒に来いよと。ビーチ案内すると。うん、で、あの、一緒に練習しようと。うん、感動でしょ、これ。まあね。ああ、いや、ジーンと来ちゃってさ、うるるっとまた来ちゃったのよ。うん、で、その時に、ちょっと、自分自身のちょっと人生を振り返ってみたんですね、また。こう僕の悪い癖かもしれない。振り返った。僕の悪い癖なんでしょうね。やんねえのかも、最近。え？そんなやたらないかもしれない。いや、だから、僕だって、言ってみればそういうような、サクセスストーリーみたいなのを探したんですよ。うん、俺だってあると。うん、なんか、自分最近の出来事だって、俺だって、そのくらいの、多分山崎との親友同士の関係もあるし、うん、上田さんとの関係だってもちろんあるわけですよ。だから、うん、俺だってね、ミルコみたいになりたいなって。いや、なりたいなじゃいけないなと。うん、俺だって自分の仕事一生懸命やってるし、プライベートで充実してるはずだと。お笑い界のこう、黒コップだと。お俺は。アリコだと。アリコですよ。保険会社です。全然違うじゃないですか。本当になくなっちゃってだと思って、ちょっと考えてみたんですね。振り返ってみたんですよ。そしたら、まあ、今週韓国行きましたよね、うん。で、韓国行って、ロケやりましたわ、うん。で、上田さんは先に帰ったかもしれませんけど、僕、ちょっと休みがあったんだから、残って、うん、ちょっとカジノの方に出かけたんですよ。うん、で、まあ、有り金持ってきますよね。僕、うん、自分のやりたいっていうお金持ってきますわ。うん。うん、それが、まあ、あっさりなくなっちゃったんですね。まあそう、まあそれはしょうがないな。うん、まあ。ギャンブルだからね。で、僕、上田さんにも言ったと思いますけど、負けた額のお金と、うんうん、持ってったお金の額がちょっとまあ違うじゃないかってちょっと指摘されたと思うんですよ。違うんでしょ、だって、うん。持ってった金よりも多くまで負けてんじゃねえかって。うん。もうどういうことってこと？まあ向こうでね、キャッシュカードとかでほら、下ろせるから、そういうのはね、無理だったのよ。うん。なんかって言うと、まあ、細かい話してもしょうがないでしょ、じゃあ。うん、冷静に言いますよ、じゃあ。うん、もう、単刀直入に。うん。知らない人に借りたんです。どういうこと知らない人に借りたんです。いや、オケラになったもんですから、うん、たまたまそこにいて知らない人に。怖いよどこのドイツか知らないけど借りたって。笑い事で済むかこの世の中。あと、それでも足りなかったんで、うん、あまり名刺のないタレントさんに借りました。誰だよ。たまたまショーをやってらっしゃった、うん、まあ、名前言っても見ても三川健一さんおい、ほとんど面識ねえじゃねえか。ほとんど共演もほとんどないし、うん、たまたまその韓国でショーをやってらっしゃったんです、うん、で遊びに来てらっしゃったちょっと、うん、何回かすれ違って挨拶してたんですよ。して何度目かかな、僕はへこんでたんでしょうね、顔、うん、もう全部オケラになってましたから。ただ、うん、飛行機までの時間あと8時間ぐらいあるんですよ、うん。はあ、みたいな、今度はどうしたのみたいな。あんたどうしたのよみたいな。うん、私はサソリ座の女だけど、みたいな。なんでよ、そんなこと。いちいち紹介しねえよ、もう。そんな風や。一途な星よ、みたいな感じで。言ってはいたんですけど、いや、だからちょっと負けたんです、とか言ったら、あ、そうって言って、もうほとんど初対面で、それ、あ、そうなんですよ。お金、貸してあげよっかって言って、優しいんです。言ってくるんです。だから、いやいや、とんでもないですって。そんな、こんなあったばかりですもう。とんでもないです。いいわよって。すいません。じゃあお金貸します。借りだよ、もう普通。大先輩。しかもそんなに面識もない。なぁ、はい。お前なんだ、もうギャンブルになったらもう誰かで構わずか。だって金持ってやったら誰でもいいから俺に残ってんの。そんなことはないんですけど、いや、だから上田さんにそうやって怒られるまでもなく、しっかり反省させてもらってます。だから。反省すべきだよ、それ。だから反省させてもらってますし、僕はミルコの感動の時の涙と、その時の涙が一緒だったんだ。違う。もう安い涙だよ、じゃあミルコの時の涙。だから、もうひどい涙ですよ、そういう意味では。ひどい涙だ。だから、ミルコあんなに頑張ってるの俺はなんだっていう。ので、今、それで打ち明けてるわけじゃないですか、このリスナーの前で。考えられないよ、ね。男だよっていう。いやもうほんと今リスナー全員がもう有田ゴミメガネだと。メガネはかけてないけど。もう思ってるよ、確実に。でもメガネかけた場合ゴミメガネ。いやもうあいつはゴミメガネだと。仮にかけた場合ねってみんな言ってると思う。いやーだから対照的ですよね、ミルコと有子は。いやだから比べること自体もおかしいんだけどね。そもそもはね。そもそもは比べることもおかしいけども。
お前なかなか、まずなんだよその知らない人って。そこだよ。まだ三河さんは、なんとかこう、まあ同じ業界の人だし。ね、でも先輩だし、うん、まあ、なんかごめんなさい、この間お借りしちゃってとかって言ってさ、ね、別に、いいわよ、みたいなさ。いや、本当にそんな感じなんですよ。ことなんだろうけれどもさ。うん、そう、知らない人ってお前何者かもわかんないんだよ。うん、実を言いますと、その方というのは、一緒にこう、ほら、僕一人でやってたんですよね。うん。まあ、マネージャーいましたけど、他のとこでやってましたから、一人でやってて。うん、そしたら、同じこう、卓があるんですけど、卓、うん、ってほら、テーブルに何人も座れるじゃないですか。うん、その人は、ちらちらこっちをなんか、やたらとこう、意識してらしたんですよ。うん。で、なんかなと、まあ、もちろん日本人の方も多いんで、うん、あ、有田だみたいなことはちょこちょこあったから、うん、そういう感じだろうと思って、やってたんですよ。うん。で、ちょっと透かしてたんですよ、僕、ちょっと。やっぱタレントだからって言って、なんかほら、テレビと同じのやつやってくださいみたいなのも嫌だから、うん、真剣にこっちギャンブルやってますから、うん。だから、なんか向こうが、おはようございますとか言って、いろいろ言ってきても、あーっすとか言わずに、うん、あ、です、みたいな、うん。ちょっと格好つけてたんですよ。うん、ちょっと、プライベートなノータッチにしてもらえますかみたいな雰囲気にしてたんですね、うんうん。結果その人に借りてるっていう。ひどい。だから、ひどい。そいつも言ってると思うよ。有田ゴミメガネだから。仮にメガネをかけた場合ねって言ってると思う。だから、なんかもしれないけど、それで、すごく友好的に話しかけてくれたんですよ、そのファンだと。うん、で、僕いつもこういうの見てて、あれこうだってして、その前日かなんかに日本にいた時も、あなたのテレビを見てましたと。で、すごい、いつも話してもらって感激してますと、一緒にこうやってギャンブルでカジノでやるなんてって言って、うん、ああ、いや、とんでもないです、つって。だ向こうのテーブルでゆっくりやりませんかみたいな感じで誘われたんですよ。うん、初めて会う人で名前も知らないです。うん、で、ああ、いや、行きましょうか、つって向こうに行って、して、なんかカッコつけて、あ、じゃあ俺ここでやっぱでかいの貼りますんで、みたいな感じでカッコつけてやってたんですけど、うん、それ一枚一枚なくなってきます、チップが。うん、で、全部なくなって。まあ、何も言ってないけど、僕のその顔。顔が、お前、どんだけ凹んでんだよ。その、要は、残り8時間、10時間あるのに、うん、ここで、そこをつけてしまったっていう、なんか顔に出ちゃってたんでしょうね、僕、もう。いや、だけど、三河さんも、あら、どうしたな、あ、そうかって言われるから、お前、どんな顔して歩いてんだ。相当だったんだと思うんですよ。裏切れた。いや、だから、うん、そんなに凹むほど欠けるだよ、そしたら。まだ自分の範疇で、まだ、ああ、負けちゃったね、ぐらいの、笑顔で帰れるぐらいにしといてくれ。ただ熱くなってるんでしょうね、やっぱり男はここだと。なってる、確実に。周りが気遣ってるぐらいだから。そしたら、見知らぬ人が。見知らぬ人が僕の、その、エリアのところに、チップをいつも置いてきたんです。恵んできてくれたんです。いや、もうそこまでしてやるな、ギャンブルなんか。だから、僕は言いました。あれ、そこは、やめてくださいと。ね、僕、当然だよ。だってもうないんでしょって。いや、ないですよ。ないけど、うん、全然いいですと。そんな、そういうのやめてくださいと。そっちだって自由にやってくださいとか言ったら、向こういい人で、うん、ね、せっかくこうやって有田さんと、ね、テレビいつも見てる有田さんと一緒にカジノやってんのに、うん、楽しくやりたいんですよと、一緒にと、うん。ね、だから使ってください、いいですって言うわけよ。で、う、も、ん、そこまで僕もなり下がってないですよ。だから、だったら、貸してくださいと。だからいやいやいや、本当に、いやもう僕はもう十分ですと言えよ。何で貸してくださいと。いや、置いてくるから、こうやってもうほら、ラリーがあるから。だから、じゃあ分かりました。じゃあ置いといてください、ここに。ちゃんと僕はこれ返しますからね。って言って置いてたんですよ。うん、でも人間弱いもん使わないと思ってても、うん、ここだっていう時に、パッて目の前見たらチップあるんですよ。違うよ。人間が弱いんだって、お前が弱いんだ。あ、これ俺のだったな、と思うわけですよ。違うよ。いや、ついつい、ね、見知らぬ人のだよ。ついついそうなっちゃうわけ、思考回路、それはもう。で、お前、いや、その人がね、どんな人か知らないよ、俺は。知らないから、なんとも言えないけど、お前、そんなのな、怖い兄さんとかだったら、そう、手口だからな、そんなもん。いいよ、いいよ、ちょっと俺の使いだよって言って、お前、あんだけ貸したよな、じゃあ、はい、問一な、みたいなことだったりもするし。そういうの僕、前、パチスロの時とかね、食らったことありますよ。だろう、お前、なんでそれで痛い目に遭ってるの。パチスロで食らったことがあるから、逆に僕は見る目がしっかりしてる。違う、お前、まだワンパターンしか見てねえじゃねえか。サンプルを。だから、それで、一枚一枚こう置いてきてね、いや、あげますって言うわけです。だから、いいっつって、俺、だから、目の前にあるチップをかけるじゃないですか。うん、したら、これ見事なぐらいにまた負けるわけですね。で、また僕は。勝てないんだって、もう。かわいい。そこまで負けてるやつは。おそらく多分顔また出てるんでしょうね。寝てるよ。したら、また置いてくるわけです。うん、だから、いいですって言うんだけど、じゃあ、つけときますって、こう、正しいの字を。だから、それでまたかけるんだよ、そしたら、正しいの字が、まあ、埋まってて、そのうちだんだん。十、うん、何枚になってって。で、だからもうこれ以上借りれないと。だからそこに座ってたらまずいと思ったんです、僕。だから僕立ち上がったんですよ。もういいですって。立ち上がったら、三河さんがいたんですよ。だからな、なんでまたそっちで借りたんだよ。
いや、だからもう反省してます、だから僕は。いや、上田さん言う前に。いや、でも反省すべきよ。うん。情けないよ、本当に。情けないよ。もう、一点のフォローもできないよ。それに関して。いや、なんかあるじゃん。お前のそのね、ギャンブルに対する熱い気持ちは分かったとか。お前だけだよ、そんなやつは。器は分かったと。いや、違う。だって、考えてください。僕、一般のね、人間で、うろちょろしてると誰も貸してくれないですよ。うん。でも、それはお前という顔で貸してくれる。違うよ。それは同業者だから、三河さんもあんな貸そうかって。いや、一般の人に言っただけで。まあ、ありえないじゃん。そしたらもう、ね。いや、な、うん、もうそれが変な人だったらの場合よ。見知らぬ人が。そしたら、凹んでるやつにまず声かけるよ。芸能人だろうが何だろうが関係なく。いや、ただ、本当にその人はもう神に違って悪い人じゃないです。本当僕もちゃんとお金返しに行きましたし、もう早速帰ってきて途端に。いや、も返しとくどこにも行きましたし。ちゃんと色つけて返しとけよ。ちゃんと色もつけましたし、ミカさんちゃんとドンペイとかつけて返しましたよ。いや、それはもう当然よ、それぐらいは。それぐらい分かってます。だから僕も反省はしてんですよ。だから褒めてほしいんです。逆に。だから、俺褒める要素が見当たらないよ。この件に関しては。だから分かってるから僕は上田さん言ってるんだよ。こんな上田さん怒られようと思って僕、そんな M じゃないですよ。いや別に、俺もさ、え俺もお前の保護者じゃないから別に怒りゃしないよ。怒ってください上田さん、僕、こんな僕をって言ってるわけじゃないんです。だから逆におかしいだろ。俺を褒めてくださいよ。だから僕もっとおかしいだろ。処理もしたし、けじめもつけました、ちゃんと。で、お金も僕のお金がなくなったわけです、結果ね。うん、誰かの、ほら、誰かにね、まあ、出してもらったわけでもないし。そうだ、お前がギャンブルだったんだ。だから、痛い目には僕が一番合ってるわけですよ。うん、間時間縫って返しに行ったりもしてるわけだし。だから、もう、今、すっかりけじめは取ったし。なっそう。だとすれば、上さんここでさ、お前はゴミだよ、ゴミメガネだよ、メガネかけたらとかさ。そんなこと言わなくてもいいじゃないのって僕は言いたいわけ。そうだったら上さんはそこで、そこまでやったんだと。ね、いや、まあ、そこまでちゃんときちっとやったらいいんじゃねえのとか、なんか、このダメなさ、ミルコのいい話の後にこのダメな話聞いて。本当にダメな話。だからちょっとぐらい褒めるところ下げてくれてもいいんだよ。なんで？いや、お前の器はすごいと。違う、それはもうそんなね、自分の範疇以外でやっちゃいかんっていう話なのよ。いや、わかる。だから、もちろん俺もやる気なかったし。やってんじゃないか。だからそれはハプニング的にね、いろいろこう流れて。いや、自分からこう、バーって言って貸してくださいとかやってたんだったら最悪だけど、流れ的に。でも、お前の意志の弱さがその性能値がどんどん増えてったわけだろ？だからそこはちゃんとけじめつけたじゃないですか。最終的にはな。ああ、ただ、今後な、それ気をつけないと、そういうのにつけ入る奴もいるし、それで痛い目に遭う場合だって可能性あるから、気をつけろよっていう話じゃん。わかった。それはこういう注意は必要だろ。注意はいただきました。それはもういろんな人にいただいてるんです。だから俺、その後、どこを褒めればいい？なんかないかな。上田さんも頭いい司会者やってんだから、探せるでしょ。だってフォローはできるでしょ。だって、タレントさんでいじめられてるタレントさんいても、フォロー探す、ちゃんと出ねきんでもやってるじゃない。いや、バカなやつだなと思うけど、でもなんか明るいよなとか、なんか言ってあげてるじゃん。俺、ああいうとこで俺組んでんだよ、上田さんと。お前、そのポイントだけかよ。そうだよ。それだけだからなんか探してさ、俺もなんか、ああ、俺、みんなね、俺言いたいわけ、人に。いつか自伝書くときにさ、俺こんな、俺今日の事件はこれもう一緒に一番、すごい一番の事件だから。まあだから、強いて言えばあれだろうな。お前、本当にバカだと思うよ、これ。ね。このことは。ああバカ、でも、バカだからこそ芸人なんだなっていうことよね。おぉ、なるほど。何、本当に調子良くなっちゃった。いやいやいや。本当に気分良くなっちゃった。ね、だから、例えば、硬い人とか、はいはい、ね、真面目な人だったら、そんなバカなことしないと。まあまあまあ、最初から返すのいかないかもしれない。ああ、ね。で、店にをはたいて、それをまた切り崩した後に、うん、その見知らぬ人に借りて、ね、見知らぬ人に借りて、この度胸、下手すれば、お前もアンテナのどっかで、この人やばい人だったらどうしようぐらいの、アンテナ多少なりともあったかもしれない。もちろんです、それは。それでも一教しか借りてやれっていう、その度胸、うん、とかね、大先輩の、また三河さんにまでちょっと貸してくださいなって最終的には言った。ね、うん。もうその熱い思い。それはまあ芸人として立派だなぐらい。いや、ぐらいとかいらない。いや、立派だよでいいじゃない。立派。お前立派だ。いや、だからそういう意味でじゃあ立派だよ。おーんじゃねえよ。お前よと喜べよ、もっと。俺に無理やり褒めさせてよ。俺言っといたらかなり無理やりだからな、これ。全然褒めたくない。いや、だから、なるほどね。そういうふうに思ってんだ。はいはい、わかるよ、みたいな。あんじゃわかるよ。だから、上田さんにはそういう役をやってもらいたいんです、今後。はぁ、あ、ね。何をだよ。だから、例えば僕、この間も言いましたよ。女子アンドパンチラを必死で。例のゴミ話？ゴミ話とか。ゴミですよ。ね、先週もしたでしょ、そんな話。うん。
自分は最悪だみたいな、うん、ね、聞いたよ、聞いたでしょ、うん、だからその時も上田さんお前はゴミだなみたいなことばっかり言ってましたよ、うん、俺その後俺は先週で言えば坂根さん以上に落ち込んでますよ僕は。坂根さんも相当落ち込んでたらしいですけど。坂根さん以上に落ち込んだ人いないだろ先週は。世の中に。相当荒れてるらしいですけど坂根さんも、うん。僕だと落ち込んでます。なぜなら相方の上田にゴミって言われたから。違うんだお前いいか、うん。相方だからこそゴミって言えんだ、ね、他の人は言いたくてもゴミって、だってお前例えばディレクターとかな、うん、ミキサーとか作家とかも、あいつだってゴミだなって思っててもやっぱ言えないじゃん。それはそれはね、他の人はやっぱ言いますよ、うん、ゴミって言わない、言えないよそれは。いやでもやっぱ上、いや散々僕もこの話をね何かにしましたけど、うん、うわひどいですねみたいなありましたやっぱり、うん、でも俺その時心の中でどっかにありましたね、上田さんだけは褒めてくれるなんお前逆によくやったみたいなこと言ってくれる言わねえよ、どんな逆だよ。そしたらちょっと今日なんかゴミメガネとか言われてちょっと俺は、いや仮にメガネをかけたらだよ、うん、そういうね条件付きで人文句言う人だとは思ってないいやいやおかしいだろ、なんかあの人だけは私のこと分かってくれるみたいで、なんかそう俺を勝手に彼氏扱いしてんけどいやなんか欲しいじゃないですかそういうのが。だから今後僕多分上さんこのラジオの前では、うん、俺ね正直に会ったこと言うと俺こんなの隠しときゃいいんだから、うん、本当は、うんね、でも俺言うよ、うん、だからそれはもう上田さんは冷静にかけておかしいだろ、いやちょっと上田さん聞いてくださいよってさ、実はねあの女子アナのねパンチラを僕ずっとあの写真で見てんですよって、アリタンはやいいね偉いねって言ってたらそういうどんなコンビだっていう話になるだろ。俺はそういう風にあのしてほしい今後。だからそんなやつのらのラジオを誰が聞きたい。いや相方がパンチラ見て喜んでんのいいぞいいぞアリタン頑張れもっとやれもっとやれ、だからそういう風に言ったらほらなんバカじゃない上田と思うじゃん。だから上田さんの切り口で、うん、あの人は何て言うかもしんないけど逆に俺はお前すごいと思うっていう、そこは探してほしい。上田さん褒めベタなの、上田さんいつもやっぱツッコミのね褒める要素がなかったんだ今の話にはマジであるでしょなかった。いやわかんないですよ、おしゃれだったよでもいい最悪、うん、お前やってるあの姿はおしゃれだったよ関係ねえじゃん、おしゃれだったよちょっと武将池とか似合ってたとか何でもいいじゃないですかなんでそんな褒められたいんだお前は。いやそしたら俺も事前に書きたいわけですよ、こうやってみんなが批判した中上田だけはね、うん、あのあいつだけはいつも味方でいてくれたとか書きたいわけ今は逆よもうみんなが褒めてくれた時上田だけ敵だったってあいつだけはメガネをかけたらゴミメガネだった俺自身なんて言ってるか分かんない、かけてないしましてやゴミメガネっていうのはメガネをバカにされてるみたいな、俺自身は否定されてないわけだよどっちかっていうとお前はゴミ人間なんて言われるの分かるよゴミメガネってメガネ、じゃあメガネすりゃいいじゃんってだったらいいじゃないかお前のことじゃねえんだけどそういう風な書き方をしちゃうよページを食っちゃうわけ、そのページ面白いから書いてくれページ食っちゃう、俺そのページに期待してるわ、大事な俺の辞典何十年の辞典書かなきゃいけないのにさ、だったなんでゴミメガネの説明だけでそんなにいっぺんいいじゃねえかゴミメガネっていうわけのわかんないことを言われたって片付けときゃいいじゃねえか、俺はメガネをかけてないのに、そんな話にしたくないでしょっつってんの。いやいいよ俺そのページ楽しいから、いやだから味方だったにしたいんですって上田さんは、いやそんなことないよみたいな、一番いいじゃないですか、それだってあるんだもん、言わざるを得ないから、それはみんなそう、多分リスナーも有田バカだなと思う、有田も35なんでそりゃ結婚できねえよって思ってるよ、うん、それみんな分かって、それも言ってみればベタですよ、うん、上田さんはベタなこと言っちゃいけない、やっぱり芸人である以上、いや俺は逆にすごいと思うみたいな、うん、走り出しちゃえばいいのよいい、例えばじゃあ俺言いますわ、うん、いい、うん、禁止だからね、あのもう悪口いいねじゃあ俺一個まだ一個告白しますよ、なんだい、この間あのラジオの帰り、まさにこのオールナイトの帰りかな、うん、確かそうだった、オールナイトの帰りにちょっと山崎に寄ったんですよ、うん、そしたらあの山崎がまあちょっともうほんと時間なかったんです、あいつもね。ちょっとしか時間なかったから。うん、俺も明日からもう行くし、みたいな。うん、僕も韓国のロケあったじゃないですか。うん、あじゃあもう寝るわ、みたいな感じだったんだけど、その時に、ちょっとこう、うん、これ持ってきませんかみたいなことって渡されたもんがあるんですよ。うん、それが、あの、知ってる人いるかな、テンガっていうね。テンガっていうね、うん、まあ、なんていうのかな。有名な、うん、一人エッチマシンっていうか。ね、一人エッチマシンっていうのがある、それがね形がね、うん、それこそもうあのなんていうのペットボトルみたいな、すごいなんかあのおしゃれなんですよ、うん、でこれは本当俺嘘でも何でもなく、
世界のデザインオブザイヤーみたいな、それこそ車だったり、うん、そうね、その DVD だったり、いろんなデザインを決める中に出展されたぐらい。ただ、エログッズだからっつって除外されましたよ、急遽。うん、急遽ね。だからそれででも、ノミネートされるぐらいオシャレなやつなの。うんうん、そのハードタイプ、ソフトタイプとかいろいろあるんですけど、うん、で、それを僕もらったんですよ。うん、で、それを試しました。そしたら、うん、非常に良かったですよ。はい、これはどう思います？どう思います？すべてさん。あ、逆に禁止なんですか？まず逆にから始めて。いや、俺逆にね、有田やっぱ偉いと思う。あ、どうしたの？やっぱ、貪欲だよね。え？うん。なんで、貪欲だよね。そういう、その、人間の当然やるべき、その営みというか、行為に対してね。うん、だから、その、なんて言うんだろう、自分に素直だよね。で、だから今後も何？いや、俺今後もね、その、ね、天が、やっぱ、使い続けてほしいと思うよね。オッケー、わかった。オッケーじゃねえな、どうだ、こんな放送聞いてられるか。こんな話を。バカじゃねえのか。いやー、気持ちよかったね、今の。死んじゃえよ。気持ちいいものを使った後に、上田さんにまた気持ちいいこと言われるって。俺なんでお前のオナニーを褒めなきゃいけないの。何ですか、もう、ほんの褒めてもらってる時に。お前、三河さん、ひょっとしたら。もしもし？もしもし？あれ、三河さんじゃない？あ、三河さんですか？あんた、お金足りないわよ。あ、お前、ほら、ちゃんと返してねえから。いや、ちゃんとお金返しましたけどね。すみません。それはそうと。俺は神奈川県横浜市高3だ。それはそうと言ってた。もうそういえば、長藩コロコロ解散総選挙、マジで面白かったぞ。ああ、そう、ありがとうな。それにしても、相模さんがあそこまでクソだとは思わなかった。いや、そんな言い方ない。お前、凹んでんだから、でも、今年は俺も現役受験生だから、気合を入れるために、有田さん、ダメ出しをしてください。よろしくお願いします。いや、別にこれクリーム姿勢の、オールナイトニッポーン。おい。はい、新た。はい、新たです。うん、なんかすごい今すごいいい感じの爽やかな感じだよね。あ、そうですか。いやいやいや、そうですかとか言うけど、そのオープニング全然違ったじゃん。なんかそれはそうとみたいなさ。いや、お金足りないわよ、それはそうと、俺は新ただって言われたらさ、はい、本当お前に借りたみたいじゃねえかよ。あ、そうですね、知らない人でしたからね。ね、そう、知らない人だったよ。いや、お前受験生なの？あ、はい。おう、で、なんでそのダメ出し、有田にダメ出しをされたらね、合格するみたいな勝手なそのなんか伝説は何なの？いや、だからこう、なんすかね、気合を入れようと思って。おいや、別に闘魂注入って一緒にされても困るのよ、これ。そんなのないの。いや、そうなんですか？ってお前も重々分かってんの。ここで電話が繋がれば合格するなんていう逸話はないでしょ。いや、でも自信はつきますよ。自信つくの？はい。自信つくの？そう、つくよな。はい。いや、違うから今。今のいや全然つきませんの方がいいんじゃないの？すいません。コラーでしょ。そしたらコラーでしょ。ここまで前振りしっかりしてんだから。はい。お前、ね、高三？あ、はい、高三です。の割にはなんかこう喋り方とか大人っぽいよね。あ、そうですか。うん。え、いくつなの今？今17です。ね、違うです。ああ。今35ですけどいいんじゃない？おっさんじゃねえか、コラーでしょ今の。大爆笑だって、はい、今の。はい。チャンスも。お前正直その友達とかにさ、はい、おっさんくせえよ、お前、老けてるよとかって言われたりしない？あ、よく言われます。だろ？はい。なんかそんな感じはわかるもん、電話で喋ってても。あ、そうですか。誰に似てるって言われんの？谷さんとか。え？誰？舘ひろしさんとか。いや、違うんだよ。今のはえなりかずきで。まあまあ、でもそしたら子供じゃないかみたいな。いやいや、おっさんだよ、どっちかって。そう、お前の答えは。いや、子供じゃないかよ。いや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 、おっさんだろ。の、今ダブルでいいけど。違う、これお前に対してるツッコミじゃない。ボケツッコミができた。違う違う、それはおかしいよ。わかるでしょ、あなた。わかんないよな、今のは間違いだぞ。いや、よくわかります。お前どっち派だよ。お前大学どこ行くの？大学は、東京の方に行きたい。おう。あ、まあ、東京の方っつってもお前横浜だろ。あ、はい、変わんねえじゃねえかほとんど。いや、まあでも、はい、だって自宅から通えるぐらいだろ。そしたら、はい、でも、はい、なるほどね。じゃあ結局何、もう仕事をせずに行くんだ。はい、そうですね。大学に。はい。
違うでしょ。いや、今のは それでいいんだけど、はい、できればなんか進学を希望しますみたいなことでいいんじゃないの一人。ほらーでしょ今のは。ハンカチ王子会で今、今ライブリーなの。ビジネタがすごい今入りやすかった今、はい。プロには行きませんとか言ってくれたらすごい。お前何のプロだよこらーってこうなったわけ。そうでしたよね。え、これじゃないでしょ。お前そのお笑い好きは好きなの？大好きです。の割にはお前今日一個もボケてねえぞ。しかも電話してきといて。ああ、そうですね。まあ素直なね、人であるけどさ。将来何やりたいの？そう、警察官です。まあ違うでしょ。ああ。だからこいつ一個もボケないんだ。なんか試してくださいみたいなこと言ってる割にはさ。なんかまあいろんな、まあ何でもいいや。まあ、警察になりたいのね。はい。なんで警察官になりたいの？痴漢をしたからです。は？ん？痴漢してしまったんです。お前が？はい。おう、どういうことだよ。なんだよ、その急な告白。これ、お前ボケなのか？いや、嘘です。え、嘘？嘘だって言われたの？いや、お前違うでしょ、今。上田の不倫の時は違うでしょって言ってんの、はい。上田の不倫の時はしっかり答えて、俺の不倫の時だけボケるが一番いいルールなのよ。あ、そうですか。あれだ、お前多分、今までの出場者で、史上最悪レベルかもしれないよ。そうですか。新田といい、有田といいよ、本当に。ゴミメガネだよ。はい。いや、これは今、関係ないし、今のコラは。本当の理由を教えてくれないなんで警察官になりたいと思ったの？いや、2年前に、これ本当の話なんですけど、ひったくりを捕まえたんですよ。お前が？はい。おうおうおう。それで、その時に、町田で捕まえたんですけど、おまわりさんに、お前強いね、みたいになって。おまあ、ならないかみたいな。お前何強いの？あ、柔道をちょっとやってた。ああ、なるほど。それでこう投げ飛ばしたわけだ。いや、やられました。押さえつけて。え、やられた？はい。いや、やられたらお前捕まえてねえじゃんかよ。あ、でも捕まえました。どういうこと？え、やられたはやられたの？はい。で、何その警察官にお前強いねって言われて何て返したの？え？何て言ったの？おちんちん。いや、違う。なんでだよ、急に。逆に捕まるわ、お前。違う、今のは、はい、ひったくりしてすいませんでしたって言ったんですって、いいじゃない。お前かいで。はい。よかったでしょ、今一番ベタなパターンいけたのよ。はい。僕はひったくりだったの、実はで。ああ。さこらでしょ。はい。おい、あるとお前大丈夫か、お前こんなに頭働いてねえと、お前受験も危ういぞ。いや、はい、すげえ緊張してるんですよ。そうか、まあ、しょうがねえっちゃしょうがねえけどな。ほんとにクリームシチューさん大好きなんですよ。じゃあお前にはやっぱちょっと一回リベンジさせてやろうか。今日このまま不本意に終わりたくねえだろ。そうです。な、はい。やっぱちょっと有田さん一回ね、俺有田の力はこんなもんじゃないと思ってるんですよ、うん、知らんよ、会ったこともねえけども、ね、でもきっとこんだけの意気込みがあるってことは、うん、多分もっとできるやつだと思うからリベンジさせてやったらどうすかね。いや確かにね、芸人好きって言ってくれてるし、うんうん、誰ですけど芸人は、芸人さんは、うん、明石家さんまさんとか。いや、それは別に違うでしょ。いや、そしたら、なるほどねって言うしかないじゃん、こっちは。はい、今のは、坂根さんでしょ、結局。芸人だよ、ほら、はい、誰好きになってんだよって、こっち言えたの。ウィームシュって言えみたいな、ほら、でいけたでしょ。はい。あなたお前大丈夫か、お前本当になんか意気込んできた割に一個もボケねえし、ボケちゃいけねえとこでボケるし。どうだ、お前がじゃあリベンジする気があったら俺の方からね、はい、有田さんにお願いしてあげるわ。あ、そうか。お前が、いや、ちょっともうギブアップですって言うんだったら別に電話して来なくていいけども。いや、大丈夫です。はい。お願いします。いけるね。はい。本当？じゃあ、いつ出ましょうか。いや、もうたくさんです。いや、違うでしょ、今早いのよ、今、返しが。早いのよ。はい。もうたくさんですって言われたらさ、こっちで気分悪いよ、単純に。いやいや、ボケですから。今のはただの気分悪いやつ。じゃあ、ボケですから。あ、ごめんなさい。いや、もう急いで勉強しますんで、まあ、はい、まあ、なんか何年後とかそんなんでよかったね、一番ベタなの。はい。ああね。はい。じゃあ、あなた、はい、じゃあ最後に、有田にね、やっぱり一言ちょっとお願い。いや、それは今日はだって、お願いも欲しいし、うん、はい、謝りの一言も欲しいよ。ですよね。うん、はい。じゃあ、有田さんからちょっと振ってあげて。うん、じゃあちょっと、なんか、一言お願いしますわ。あ、坂根さん頑張ってください。うん、じゃあ俺。ボケじゃねえよ。お前結局ボケても突っ込んだこと一回もないじゃねえか。だからリスナーがボケたくねえんだよ。いやいや、今のはちょっと違います。あいつの処理怖えぞっていう話になってんだよ。だって今二つあったから、だから、謝りを入れてください、お願いを入れてくださいっていうのに、頑張ってくださいっていうのはおかしいじゃないですか。うん、あ、ね、それプラス坂根さんだから、うん、これね、突っ込みの迷いが出ちゃう。どっち行けばいいのっていう。
だから俺としてはもうどっち、これはどっち行けばいいんだよっていう、なんかわけわかんないツッコミになりそうだったから僕はもうだんまりでしたよ。いや、だから怖いね。ボケる側は。あいつやばいから、あいつはまず、二つはまず、どっちかにしないと。俺おそらくだけども、リスナーの間で、有田絡み損っていう話になってる。俺は。俺はそう思う。なってないな。いや、はい、なってないです。違うでしょ。今の即答になってますんでいいじゃん。あなた、俺お前リベンジしない方がいいと思う。そう思ってきました。いやでもあなたは素直でいいと思う。まあな。だから、まあ今月中なりな、どっかで、ね。あなた、じゃあこうしよう、あなた。はい。お前受験だろ？はい。受験が全部終わってさ、はい。そのなんていうの、どこの学校に行くことになりましたとか、はい。そういう結果が決まったらお前その時電話してこい。はい。だから一回、はい、勉強がもう、勉強から解放された状況だったらきっとお前いけるわ。はい。な。だからその、決まったらまた連絡してこいよ。わかりました。いつぐらいになりそう？はい。え？いつぐらいになりそう？来年の、再来年の、いや、もっと先の年だと思う。長いよ。長い。もう今は来年、再来年ですねぐらいでよかったんじゃないの？あ、そう、もう一浪する機会、コラーでいけたんだから今。はい。シンプルに行こう思った。ね、ちょっと考えすぎて。あ、ごめんな、あなた。じゃあ、あ、ごめん、勉強頑張れよ。はい。あ、じゃあな。じゃあね。おかしいな。リスナーに謝らせる番組。なんか知んないけどさ、いつもこれ、リスナー謝ってる。お前のせいだよ。お前のせいで謝ってる。クリームシューのオールナイトニッポン、この番組は DHC バンダイナムコゲームスブルボン桃山学院大学日本音楽著作権協会専門商社ヤマゼン映画うどん以上各社の協賛で東京中毒有楽町日本放送キーステーションで全国36局ネットでお送りします。とにかく明日学校行ったら3人に勧めろよ。クリームシューのオールナイトニッポン。メール読みます。ラジオネームおちんちん。またバカが増えてきたな。有田、今日の投稿はいつもより数倍面白いぞ。上田、たまに有田を褒めてやれよ。褒めるとこねえんだ。褒めるとこがありゃ褒めるさ。リスナーの方が分かってんだね。でもな、お前考えてみよ。お前褒めるっていうのもおかしな話だよ。褒めるっていうのは下手から来てるってことだからね。最初、上田さん褒めてくださいよっていうのは、目上に対するお願いだからね。いや、それは上田さん立場はいつも目上みたいな感じ。違う、そんなことはない。僕は上田さんをゴミって言ったことないじゃないですか。よく考えてください。ゴミって言ったことないですよ、今まで。まあ、ないよな。ゴミテンパーとか。テンパーとか言ったことありますけど、うん、ゴミテンパーとか。うん、なぜなら僕は尊敬をちゃんとして接してるからなんです。もう一回なんだって？いや、だから尊敬をしてるんです。なんかちょっと気分悪いな。というわけですけどもね、今日はですね、リスナー、ちょっと僕、先週ぐらいからちょっと、まあ、ゴミ生活といいますか、うん、ちょっと送っておりますので、ちょっと、そういうな、褒める久々にね。あえて今度はもうリスナーから褒めてもらおうとしてるんですか？確かに、ゴミみたいな男ですよ、僕は。ね。だけど、そんな、有田、お前そんなことないと。うん、こういうとこいいとこあるんじゃねえか、みたいな。うん、そういうのをちょっと、今ちょっと必要。今後の、やっぱ芸人生活において、今一番必要。自分で何とかしろ。いや、それができるんだったらこんなこと僕リスナーに言えないですよ。お前はギャンブルも精神的にも全部負けてんな。全負けですよ。だからちょっとアドレスの方を上田さんに。だから、なんでお前の褒めるメールのアドレスを俺が言わなきゃいけないんだよ。そこをお願いします。お前自分で今日ぐらい言え、そしたら。いやいや、それは無理だ。俺も無理です、今日だけは。いや、上田さん、ちゃんとお願いします。絶対俺無理。お前自分で募集しろ。なぜなら僕は上田さんのことを尊敬してるんです。アリウェアットマーク、オールナイトニッポンドットコム、アリウェアットマーク、オールナイトニッポンドットコム、どんどん送ってきてやれよ。どんどん送ってきてやれ。なんだろうね。なんで俺今言わしたわけ。いや、尊敬してる。おい、送ってやれよ。今週も東京有楽町日本放送から全国36局ネットで生放送。クリームシチューのオールナイト日本ではラジオの前のお前に番組のメールを開放中。受付アドレスは、テレビ朝日。違う、全然違う。オールナイト日本だろうが、ここは。いや、ちょっと俺、日本放送だ。なんかその、
いつもお前は把握してるだろうなみたいな感じで振ってきますけど、うん、僕本当に知らないんですよ。把握してて当然だろ、1年以上やってんだから。いやそれはもう何て言われるか把握してないもん。知ろよ、毎週毎週言ってんだからよ。今怒ることじゃない。いや怒ることだよ。俺が 100% 悪い。お前が悪い。ただ今怒ることじゃない。今はアドレスを伝えるのが一番大事。お前がやるべきことで。分かってる上田さんが言うのが一番ベスト。だったらここを見ろ、ほら。怒られるのは後で聞きます。俺が 100%。じゃあだからここ見て言うの。俺が 100% 悪い。いや悪い。頭下げます。ただ今は違う。いやだから今はこの一話喧嘩を見せる場合じゃない。なお前これだけは言える。わ、じゃあお前このね、アドレスを言うのはそんだけ大事なことと思ってんだよな。じゃあなんで毎週ここで無駄話をするんだ。だから、それは後で怒られる。アデューエアットマークオールナイトニッポンドットコム。有田に上田。結局なんでお前が上からだ。それでいいんですよ、上田さん。正しい。間違ってない。有田に上田で、アデューエアットマークオールナイトニッポンドットコム。ちなみにメールはね、スタジオの写真も見られる番組のホームページからもくれます。アドレスは、試して、ガッテンのアットマーク NHK なるぜ。試してガッテンのそのアドレスは本当にそうなのかも知らねえけどよ。だから分かるだろう、ラジオ今オールナイトニッポンやってんだからよ、うん、だから僕はさっきも言いましたよね、僕は覚えてない。見ろ、だからほらここを覚える気もなかった今まで。だから見ろ、覚えろ、いい加減。覚える気もなかったし、じゃあ教えてよ。オールナイトニッポンドットコムだよ。だからそれを言え、今記憶したいとも思ってない。オールナイトニッポンドットコムだから言うつもりもない。だから言え。これは後で怒られる。これは後で楽屋でしっかり怒られるし僕も反省してます。いいよ。ただ今は違う。今はそれを言うよりも何よりもこのアクセス方法とか言わなきゃダメ。今オールナイトニッポンドットコムで言えば怒らねえ。どっちが先かだけお願いします。どっちが先かだけは。オールナイトニッポンドットコム間違ってない。それいい。そして番組では携帯サイトも展開。それいいんじゃない。携帯サイトのアクセス方法これぐらい言え。はい、原稿がねえんだったらこれを見せてやるから。ほう、これ。いや、これ今は見れません。なんでお前は役目だろ。こんなクソ豚や。見ろや。クソ豚かもしれない。僕はそれにもしかしたらクソ豚、もしは養豚場に行った方がいいかもしれない。だけど今言うことじゃない。今一番大事なのはこれの方法をちゃんと上田さんが口で言わなきゃいけない。俺は一番悪い。だから俺が一番悪い。世の中で今しか一番悪い。だけど今は違う。こんなゴミメガネゲー。メガネもかけてない。上田さんが言うべき。携帯サイトは。ないんじゃない。だからなんでお前が偉そうなんだ、このゴミメガネ。この豚女が。携帯サイトは各社の携帯ともメニューカテゴリーからテレビ、ラジオ、メディアに入って日本放送のサイトにアクセスすると我々の直筆待ち受け画面がダウンロードできます。この待ち受け画面ね、さっき本番前に書きました。今月のテーマじゃこれぐらい言え。はい。もしも、細川隆史がパトカーのサイレンだったら。違うよ、そんなんじゃよ。なんでそんなクリカンさんのモノマネみたいなテーマが欠かされない。僕はそう、今言いたかった。いや、困るよ。言いたかった。それがもし嘘をついてもらったら困る。嘘って言うんだったら、それは、後の話。後の祭り、それは。いや、そうだよ、その祭りだ。後の祭り。お祭りの思い出が今回のテーマだっただろうが、お祭りの思い出。結果的に、ね、いい形になった。よかねえ、携帯サイトではね、まあ、会員限定のプレゼントもやってるから、まあ、今月はデジカメが当たるらしい。どんどんアクセスしとけよ。今が別室だ。別室で、別室でね。もう説教する気もねえよ。上田さん間違ってる。上田さん謝ってほしい。この豚女。新潟県新発市のラジオネームモノクロ鉛筆大学1年だ。ほい、上田に有田。この間長半コロコロ解散総選挙で、うん、西尾さんの話を聞いていて、コンビでお笑いをやっていくことの難しさが本当にリアルに伝わってきたぞ。まあな。それにしても絆をテーマにした24時間テレビがきっかけでコンビが解散の危機を迎えたなんて、なるほど、皮肉な話だな。まあでも逆にね、絆が深まってるわけだから今、うん、そういう意味では本当にいい企画だったのかもしれませんね。本当深まってんでしょうかね。深まってるといいですけれども、まあそれを証明するようなメールが1個来ておりますけども、こんばんは、西尾です。おまた来た。あの人本当メール送ってくるの好きだな。タイトル聞きます。タイトル、あれからの差がね。あーそれはあの聞きたいよ、聞きたいよ。こんばんは、西尾です。先週は俺らのことで約2時間を割いていただいてありがとうございました。いや、そんなとんでもないですよ。あれからの差がねですが、今までと違いツッコミというものを少しは気にしているようです。おでも自分ではちゃんとやってるつもりなんでしょうが、ちょっとおかしいのもあります。例えば西尾さんが、2問目正解ということはクオカード500円分かなとこう言ったんですね。坂上さんが違う、
図書券です。2問目の時はクオカードじゃなくて図書券ね、ちゃんと言わないとぐちゃぐちゃになるから間違えないようにとか、西尾さんが、柴田町のラジオネームと言うと、坂根さんが柴田町ね町と思いがちやけど、この場合町じゃなくて町です。まあ地名は難しいからね、間違いやすいけど、まあただここは町ですとツッコミをちゃんとやるの意味がいまいち分かってないようです。まあまあまあ、しまいには俺がマネージャーに明日って何時やったっけと聞いた時に、明日は4時に恵比寿駅、写真は上半身だけやから下は特に気にせんでもええわ何か自分の仕事もちゃんと把握できないようで、先週やってもらった2時間が本当に意味のないものになってます。まあでももう少し様子を見てみますということで。なるほどね。いやでもなんかこう自分なりになんかやんなきゃみたいな意識にはなってんだろうね。そういう意味ではね。いやだから気持ちは入れ替えてるんじゃないですか。いいじゃないですか。うん、まあでも逆にね、西尾さんすごくこうやって、言ってくれてるんで、僕はなんかなんかグズグズっとした感じで帰ってしまった坂根さんにむしろメールを送ってほしいですよ。あ、ガネさん聞いてからメール送ってもらおう。この1週間ぐらいでさ、どういうふうに意識が変わったか。いや、そうそうそう。だって、あら、ちょっと待ってください。なんですか。宮城県ラジオネームカールコッツ。ああ。おい、上田に有田。さっき坂根さんが相当へこんでいると言っていたが、うん、それは間違いだ。え？昨日仙台のラジオでクリームのオールナイトニッポン出演の話題が出た時、ああやって俺のためにやってくれてるってことは、クリームもデンジャラスも土田も結局は俺のこと慕ってんのよと言っていた。おバカね、調子に乗んなよ。いや、慕ってはいますけども、ちょっと前ガネさんからさメール送ってもらえば、今聞いてんならば。そうそう、今日ね、ホリケンとちょっと飯食ってて、ホリケンが、うん、その一連の話を全部聞いてさ、うん、でなんか心配して、うん、坂根さんに電話したんですよ。でも出なかったんですよ。だからホリケンは留守電に、大丈夫大丈夫だよと言って、うん、優しいなんか留守電を入れてましたけど、それはちょっとぜひガネさんにね、いや俺だやっぱあれあのラジオ終わってから俺こう思ったんやとか、そういうなんかね、意思表示とかそういうのをさ、応援、今後応援したいなと思うような、うん、なんかね、その考え方に革命的なことが起こっただとかさ、うん、ちょっと素直にどう思ったかちょっと聞きたいね。マジで聞きたい。本当に、だから、それを聞いた反応をまた西尾さんに送ってもらいたい。はい、ガネアホかと。いやいや、アホさんのことを送る必要ないですよ。別に、一発ギャグ入れとけとかそういうことじゃなくて、普通に怖がってますよ、ね、みたいな、うん。安心させてほしいですよね。これ送ってもらおう、ぜひ。じゃあ、坂根さん用のアドレスを、じゃあ。うん、じゃあガネさん専用、あるいはアットマークオールナイトニッポンドットコム、あるいはアットマークオールナイトニッポンドットコム、送っとけ。ガネさんマジ頼むわ、送っといてね。来るかね、あの人出てもう寝てるじゃないの。本当はいや、ラジオ聞いてるわね。なあ、もうその辺を、うん、ね、うん、まあだからやる気があるのかどうかっていうのをまず聞きたい。やる気はあるよね。ある、まああるね。お前が一人でさ、うちピー出てる時にさ、愛知県豊橋市のラジオネームマナラモンキー、高校2年よ。ねえ、深夜にてって、実はさ、私学校の友達にこの番組のプレゼントで当たったっていうパンフレットをもらって、先週初めて聞いたんだけど、この番組って毎週あんなシリアスな感じでやってるの？クリームシチューのオールナイトニッポン。先週も厳密には別にシリアスじゃなかったんだけどさ。いや、先週シリアスでしたよ。まあまあ、なんかね、問題が起きた時にはできるだけこの番組で解決したいっていう気持ちがずっとあるから。大きなオスだな。アズマックスのね、ギャグもどうするかみたいな、ね。じゃあちょっと、褒めるわ。ちょっと来てるみたいな。ああ、ありがたいですね。いや、このまま、例えて勝手に言ったら僕今日絶対負けれない気がするんで。いや、行きましょうよ、このまま。読んでもらって。俺が読むの、しかも。自分でおかしいでしょ、なんか。自分で募集したんでしょうよ、その恥ずかしいメールを。おかしいでしょ、自分で。ね、有田最高とかそんなの。ラジオネーム、坂井区のカッパ。高校1年生。どうした？やっぱり有田さんは坂つくがうまいですよね。初盛りおめでとうございます。いや、確かにこれはね、こんなんでもいいのかよ。いや、本当に優勝してますから。え？ 2 連覇してますから、この日本放送カップなんです。そう。じゃあちょっとおめでとう。次のやつです。おい、1枚で終わりじゃねえのかよ。まだまだありますよ。なあ、もう十分だよ。いや、1枚でも読んであげたいじゃん、せっかく送ってくれたんだから。埼玉県、トナカイ野郎。おい、有田。相方を尊敬してるって素直に言葉にできるなんて素晴らしい人だな。
ちょっとなんか喧嘩腰だったけど。いやでもいいと思うよ。だってそれは、うん、ね、なんか相方とは喧嘩するっていうね、そういうのじゃないと思うね、うん、今時代はもう。いや、まあまあ、でもなんか。素直にこのラジオでさ、本音を語るような場所だったら、素直にも上田さんのこと尊敬してるよと、うん、上田さんが言って本当に成り立てんだって僕言いたいし。うん、だからちょっと、まだ、あんじゃない。もう十分だろなあ、もう素直な人だなと、あと、坂津くんがうまいなって来たからさ。なんか違う角度のやつもあるでしょ、なんか。ないよ。え？ないよ。ないよってどういうことで、そんな少ないの、メール。ない。褒める、まだ2通しか来てない。本当だ、嘘だ。本当だよ。じゃあ、ガッテンやりますよ。その間にちょっとまずさらに送っといてくださいね。もういい。だから上田さん凹んだ時はそれいいですよ。上田さんも募集してもいいんですから。え？わからないです。今後上田さんにもしかしたら離婚とかね。ある場合よ。凹んでる時にさ、どこのテレビをやってくれますか？離婚を励まそうみたいな。あ、まあまあ。この番組だけなのよ。それはありがたいけどね。うん。だからその時のためにもさ、今日ちゃんと俺のためにやってよ。からでも離婚とギャンブルと一緒にされても。じゃギャンブルだけでそれダメさ加減ですよ。じゃあ行こう。はい。ツッコミどうぞ。例えて合戦。いやー。ああ毎回上田チーム有田チームに分かれてテーマにまつわる人や物にああ達成ツッコミをね入れてもらってそれを競い合おうじゃないかと、勝負は5ラウンド制、まあ、1ラウンドごとにディレクター長浜、AD ビーチそしてね、なんと先週びっくりしたんだ俺らもねこの4年間の極秘交際の末に職場結婚を発表したというね女性ミスター大城、今やね、まあ、豚女というあだ名になっておりますが、まあ、全員の騙せ最低ですよそういう意味では旦那さんと二人で挨拶に来たんですよ。実は結婚することで初めましてと。先週びっくりしたよね、本当に。その横で、大城に対して豚女って言ったら、旦那さん引いてましたからね。俺豚女と結婚するのか。でも、いや、俺はまだいいよ。でもね、俺もさ、ね、いわゆる知ってる24時では毎日一緒だったんだよ、大城と。ね。で、飲み行ったり、ご飯食べ行ったりもするわ。その頃からだから、相談乗ってたわけでしょ、彼氏できないんですよ。そうだよ、だよ。お前もっとこうした方がいいんじゃないしかもだよ。ね、8月か。みんなで飯食い行ったじゃん焼肉。あもちろん僕は誘われてないですよ。じゃあじゃあじゃあ行ったじゃんか。焼肉屋に六本木の。あこの間の。あ違う。カロジで誘われた時の。ギリギリ誘われた時よ。あん時も俺大城の隣でいいか恋愛ってのはなみたいな話とかも俺したんだからな。したらすごい。さ1時間近く俺大城と二人っきりで喋ってたんだよ。新鮮なリアクション取ったわけでしょ。あそうなんだ。私なかなかできないんですよね彼氏がみたいなこと言っといてだよ。その3週間後に結婚しますってどういうことだ。俺は豚女です。これは本当に、うん、ね、まあ、その豚女の3人が、まあ裁くということでございますよ。まあ5週連続で負けたチームは罰ゲームということには一応なっております。罰ゲーム決まったみたいですね。いやもう決まってないんだから毎週上田チームが5連敗した場合は前段の上田さんの奥さんを、くくりつけた、だしを100人の童貞リスナーが引っ張る童貞男児もういいよ出汁のとこ俺が読んじゃった。有田チームが負けた場合は、韓国でカジノ漬け。ああこれはもう逆にきついだろ。リアルにきついだろ。金もないし本当に罰ゲームだろそれ。よしじゃあ今日は先週やってないの7回戦になってます。いやなってますって知らない。なってます。なってねえよそんなのは。待ってさ、せっかくリスナーが送ってくれたのにね、そんな自分の喋りの方を重視したい。じゃあそうじゃねえけれども1枚でも多く読んであげたいと僕は思ってるだけ。ただそれだけの話。ハガキを1枚でも読みたいの。多く読みたい。メールだったら褒めるだけ褒めるんだよ。リスナーの直接ダイレクト、それがラジオのいいとこなんだから。いや上田さんいいですよ。別に上田さん一人で漫談やりたいって言うんですよ。聞きますよ別に。マジックやりたいって言うのは全然見ますけど。ラジオでマジックやるの。いや知りませんけど、僕は肌書きを読みたいです。多く。じゃあ分かっ、じゃあ7枚でいい。7枚いきましょう。はい。最初はグー、じゃんけんチョキ、あいこでグー。よっしゃ。じゃあ俺は、そうだな、高校行こうかな。高校ね。あ、ごめん、先行行くわ。おぉ、いい、先行。はい。上田さんが何でしたっけ、2学期。2学期、僕は総裁選。うん、はい。ね、2学期と総裁選で、上田先行で第1ラウンド。誰だこれ。和製コービー、静岡県。上田家の隣に引っ越してきた佐藤さんが上田家に挨拶にやってきた。うん、隣に引っ越してきた佐藤です。よろしくお願いします。風花。私、風花。小4だよ。よろしく。佐藤、4年生？あ、うちの高志と同じね。夏休みが終わって2学期になったらよろしくね。これつまらないものですが、つまらないものと渡された詰め合わせに一突っ込み。
サガネの一発ギャグか。ちょっと失礼な、なんかそんな代名詞になっちゃったんですか今や。いやいや、まあこれあくまで例えツッコミですから。あ、そうです。まあ、まあ、ね、それも一人よがりの、一人よがりの例えツッコミ、解釈がありますからね。だから僕は上手いなと思って選んだんですよ。大阪府枚方市、ラジオネームピ。坂根さん、いよいよ明日総裁選ですよね。誰が勝つと思いますかという有田の質問に坂根が一つ突っ込み、わからへん。だからこれじゃねえ。感想だよ、それは。でもこれは一番、一番リアルです、ね。でも突っ込みじゃねえんだよ、だから。そのガネさんの人は。例えてなってるんです。はい、判定だな。有田上田、有田おかしいだろ。例えてもいねえ、突っ込みでもねえんだよ。長浜おかしいんだよ。もう今、まあ今だから言うけど、あの、節丸さんもおかしかったよね。さあ、じゃあ次、第2ラウンド。大阪フィ。またお前かい。じゃあ、今週も東京有楽町日本放送が全国、日本放送からです。全国36局ネットで生放送、クリームシチューのオールナイト日本では、ラジオの前のお前からのメールを受付中。受付アドレスは有田さん。有田。はい、まあ、あの、アドレス言いますけど、今、学生ってもう新学期ですよね。まあ、もう9月だからね。それで思い出したんですけど、上田新学期事件って覚えてます？はぁ、そんなんなかっただろ。いいから早くアドレスを言えよ。いやー、ここでないって言っちゃダメでしょ。なんでだよ。もういい。アリウェアットマーク、オールナイトニッポンドットコム、アリウェアットマーク、オールナイトニッポンドットコム。ちなみにメールは番組の写真も見られる。ホームページからもう送れるぞ。アドレスは？言いますけど、ほら、始業式で黒瀬が、みんな日焼けしたね。でも男たちは学生だね。あ、君たちは学生だね。ということで勉強しろって、いつもと同じじゃねえかよ。オールナイトニッポンドットコム、オールナイトニッポンドットコム。そして番組では携帯サイトも展開中。携帯サイトのアクセス方法は、はい、アクセス方法は言いますよ。言いますけど、その黒瀬が言った後、上田さんが、セグロはお前もういいよ、なんか、だから早く終わ、なんか、だからもうなんか、だから早く終われって言ってんだろ。上田。俺のなんかを顔したね。一皮むけたね。で、黒瀬が言ったら、上田さんが、おう、俺、法系卒業したからなって言って、みんな大爆笑だったじゃないですか。全校生徒の前でそんなこと言うわけねえだろ。携帯サイトは各社のメニューカテゴリーからテレビ、ラジオ、メディアに入って、行ったんだ。いや、だから日本放送の、言ったんだ。サイトにアクセスすると、いやー、いやー、言ったんだ。我々の直筆待ち受け画面が見られるぞ。言ったでしょ。言ってねえよ。本当は言ったでしょ。え？うん、言ったよ。こんな番組ジングルのあまりの長さに一つ込み。マイケンの前儀か。結局そこに行くんだ。こんな長い。いやー、しかし、まあよく完全コピーしてますね。まあ多分こいつは録音しながら一回一回聞きながら書いたんだろうな。あの笑いのとこまで出てくるとは思わなかったわ。あ、そう、じゃあ、これで対抗しようか。東京都、ラジオネーム、もううんこは食えません。十分だよ。2、3回食ったってことじゃないか、おそらく。今週も始まりました。クリームシューのオールナイトニッポンですけど、まあ、自民党の総裁選も終わって、政界も一段落といったとこだよな。これから、日本がどうなるか気になりますけど、僕はそれよりも気になることがあるんですよ。何ですか、上田さん。あ、何ですか、有田さん。あ、ちょっと上田さんに聞いていいですか？いいけど。上田さんって、総裁選に立候補されてませんでしたか？いやいや、さすがにそれはないだろう。だって国のトップになるわけでしょ。あ、やっぱ違うのか。いや、なんとなくニュースで上田新総裁っていう言葉を聞いたような気がしたんで言ってみたんですけど、あ、じゃあ間違いなのね。いや、出たよ。受け入れる。立候補のきっかけって何だったんですか？いやいや、小泉さんからの要請よ。僕の後は君しかいないってさ。あ、小泉さん、直々の要請だったんですね。けどニュースでは、安倍さんが7割近くの支持を集めてるとか言ってましたよね。まあまあ、さすがにやばいと思ったから、安倍派の議員を集めてこう言ってやったわけ。だって俺だぜってさ。いや、さすが上田さんですね。この一言だけで大論願いしてですもんね。まあね。という有田の無茶ぶりに上田が無理して答えるというくだらない放送をしていると、エバーグリーンのアンコーさんが一言。まだ3時ではありませんが、こちらにマイクをいただきましょう。いただくな。勝手に入ってくんな。その時間は。そんな暴挙ありアンコーさん。ないよ。なるほどね。じゃあ判定どうぞ。
上田有田、上田、よっしゃー。いちいちね。オールナイトネタだったんですけどね。オッケーオッケー。じゃあ、3ラウンド目。誰だこれ。長野県、農機具。テーマ2学期ね。黒瀬の少年時代にて、先生、女性の先生。じゃあ今から夏休みの宿題になっていた自由研究の発表をしてもらいます。じゃあまずは黒瀬くんから発表して。僕からか。緊張するね。ちなみに黒瀬くんは何を研究してきたの？お酒かな。お酒？黒瀬くんまさかお酒飲んでないよね。お酒の研究だから、もちろん飲んだね。黒瀬くん、子供がお酒を飲んじゃダメじゃん、なんか。二十歳になるまではお酒を飲んじゃなんか。法律違反なんか。まあ肝心なのは研究内容だからね。黒瀬くんはどんなお酒の研究をしたの？お酒を飲んで、お酒を飲んで、お酒だったら、お酒がなんていう研究だね。いや、くだらねえ。何その研究。お酒を飲んで、お酒がなんていうなんて、そんなの研究と呼べるわけない、なんか。だから、そんなの研究じゃ、なんか。だいたい、お酒を飲んで、お酒がなって、当たりはなんか。素晴らしい研究だと思います。この様子を見ていた浅香光代が黒瀬に一突っ込み。お天道様が許したって、私は絶対許さないよ。それは許されないですね。さあ、浅香さん正しいですよね。くだらなかったよ。お酒を飲んで、お酒だったらお酒かな。どんな研究なんでしょうね。ほんとくだらない。じゃあ、これ行きましょうかね。これだ、ラジオネーム、農機具。こういう場合ってさ、農機具ってどういう気分なんだろうね。どっちで生きてんだろうね。ね。どっちが勝てば、どっちが勝ってもいいんだろうけれどもさ。プルルルル、プルルルル。もしもし？おい、上田に有田。俺は東京都、ラジオネーム、谷垣だ。俺は最近自民党総裁選に出馬することになった。おい、大臣かよ。安倍っていうやつが圧倒的に有利って言われてんだ。だけど俺は絶対負けないぞ。おー、お前総裁選出るんだ。クリームシチューの大先生に行った。おーい、チャラチャッチャッチャッチャラッチャッチャラ。おい、谷垣、お前なんで呼び捨てすんだ。お前なんで俺たちと絡まないんだよ、お前。総裁候補だよ。ああ、すいませんでした。もう謝るぐらいな、最初から絡めよ。ああ、すいませんでした。おーい、谷垣。はい。俺もそのトーンでいけねえって。お前、自民党総裁選出るんだ。あ、そうですね。すげえじゃん、谷垣。でも自民党総裁選出るってことは、お前、大人だな。いくつだよ、お前。あ、61歳です。はぁ、61歳か。結構年いってんじゃん。おい、ちなみに谷垣の職業は何なの？あ、財務大臣です。いや、違うでしょ。今のはコンビニのバイトでよかったんじゃないの？そしたら、コンビニのバイトが総裁選出るのか、こらーって、こう、人笑いになるじゃない。すいませんでした。じゃあさ、谷垣の総裁選に出馬するにあたっての政策は何なんだよ。一番の、目玉は、社会保障制度の立て直しのために消費税を引き上げることですね。へぇー。ちなみに谷垣は消費税何パーセントまで引き上げようと思ってる？あー、10% ですね。いや、違うでしょ。今のは 5% でよかったんじゃないの？そうすれば今と変わらないだろ、こらーってなるじゃん、これ。すいませんでした。谷垣は今総裁選大変だろうけど、趣味なんてないのか。あ、自転車に乗ることが好きですね。へぇー。じゃあ、谷垣は自転車で遠くまで行ったりするんだ。あ、そうですね。ちなみにね、谷垣は自転車で東京からどこら辺まで行くの？東京から京都まで行ったことありますよ。いや、違うでしょ。今のは東京から原宿でよかったんじゃないの？そうすれば、同じ東京だろ、61歳なら巣鴨に行け、こらーってなるでしょ。すいませんでした。谷垣、お笑いって難しいなぁ。あ、そうですね。谷垣、またチャレンジ、リベンジしてくれよなぁ。あ、はい、もちろん。じゃあな、谷垣。はい、すいませんでした。このタイトルコールを聞いていた、デヴィ夫人がクリームシューに一つ込み。あなたたちお粗末ですよ。そういうレベルじゃないよ、お粗末とかじゃ。失礼。最後どうでもいいんだね。大事。大体このさ、例えてがあっていいか、例えツッコミよりコーナーだよ。最後に一句、どうでもいいやつが結構多い。誰かが出てきてね。な、もうそれまでは結構充実してんだけど、だから最後の一言はもうちょっと、あんた考えてぐらいのやついるからな。じゃあ判定どうぞ。有田、有田、有田。よっしゃー !2-1 で有田リード。確かにね、お酒柄の研究も良かったですけど。面白かったんだけどな。2-1で有田リードで4ラウンド。これ誰だ？スーパーサル、東京都。黒瀬。なぜか墓地から出られないね。これは困った。ん？あそこに人がいるぞ。ちょっとよかですか？
のっぺらぼう。何ですか？顔がないね。おかしいな。お酒かな？恨めしや。君は見たところ、学生だね。もう2学期は始まってるぞ。早く家に帰って勉強しろ。いや、僕幽霊なんで学校は行ってないんですけど、なんか。いや、だから幽霊なんか。で、幽霊なんか。あ、はい、わかりました。勉強します。そうだ。君は顔がないね。よし、私が顔を描いてあげよう。キュキュキュッと、どうかな？のっぺらぼう。うわぁ、なんで鼻が3つで口が2つもあるんだ。うん、素敵だね。ハリソン・フォードみたいだね。どこがだよ。もう嫌だ。成仏します。おや？急にいなくなったね。ん？墓地から出られた。よかったね。と、結局最後まで一度も幽霊に驚かなかった黒瀬に、岡本夏樹が一突っ込み。ちょっとあんたガチンコすぎるわよ。そのツッコミ合ってんの？ガチンコでも何でもないじゃないですか。しかもテーマ2学期でしょ？何ですか、墓地と何とかって。言ったじゃないですか、黒瀬が。もうお前学生だね。2学期始まってるぞ。いや、だからそこだけでしょ。じゃあ行きますよ、これ。鳥取県高校2年生、ラジオネームイボジ。今回の自民党総裁選を国民はどのように思っているか、街頭インタビューを行ったところ、こんな答えが返ってきました。大橋。そんな話より、私最近、便秘気味なのよね。もう体中クソまみれよ。黒瀬。お酒かな。アンタッチャブル山崎。今二人で買い物してるとこなんで勘弁してます。誰といるかって。あっちんちん。アンガールズ田中。脇さん、ゴールしましたよ。サガネ。ウィーウィーウィー。上田。俺いつもあんのよ。有田。インタビュー。いや参ったね。プッパッ。こんな意見についてパラダイス TV の名司会者であるあの男も一突っ込み。濡れとるやないか。寝ました。ノンキー山崎さん。ノンキー山崎さん。いや俺土田がさ、今日ゼニキンだったじゃないか。土田さ、上さんちょっと近々夜空いてる日ないですかって言うからさ、おなんでって言ったら、その山崎さんがちょっと上田君と飲みたいね、ちょっと時間作ってくれって言うとってくれみたいな話してさ。だから俺近々ひょっとしたら俺山崎さんに直接言われるかもしんないわ。濡れとるやないか。だったらちょっとここに呼びましょうよ。いやさ、だってほら今テレビラジオ聞いてる人知らない人もいるかもしんないから、まあ、ね、紹介したいじゃん僕らの名優。まあね、のんき山崎ちょっと一回飲んでくるわ。本当にあれだったらしいですね。24時間テレビにボキャブラ同窓会で呼んだらしいんですけど、仕事があるからって断られて、その仕事っていうのは、24時間テレビ、エロも地球を救うっていうのの大阪の総合司会だったよ。そうなんだ。東京の総合司会は元漫才師の西尾さんだったらしい。ああ、なるほどね。そう、だから一回ちょっと山崎さんと飲んで、その情報仕入れてくるわ。いや、ここ呼びましょうよ。さあ、判定どうぞ。有田上田、有田！やばい！やばい、もうリーチだよ。お次リーチか。参ったなぁ。じゃあこれ行こう。つくば市トマトのうんこに。5ラウンド目ね。学校は2学期になり、風花は夏休み明けのテストに挑んでいる真っ最中。1時間目の今は数学のテスト。問題。飲食店に来た男女が割り勘をしようとしています。ドリンク200円のものを2個、スパゲティ600円、ラーメン400円を各1個ずつ頼みました。この時、女が払った代金はいくらか。風化。ちょっと待ってよ。割合の計算とか全然わかんないんだけど。どうしよう。あれ？そういえば私割合が出てくる単元まだ習ってないわ。ということは、わかった。答えは0円。ただし女はババアとすると。あの便秘女だったら絶対自分は一銭も出さないわ。みんなお父さんに払わせるんだから。ババアな流れでね。ババアって本当にババアよ、まったく。問題に。50km のコースをスタートしてからある地点までは自転車で走り、そこからはマラソンで走る競技がある。K 選手は、自転車では時速 24km で走り、マラソンでは時速 16km で走り、2時間30分でゴールした。この時 K 選手と全く同じ速さで走っていたのは誰か。風花。全く同じ速さか。あ、そっか、これも引っ掛けじゃん。なんだもう、私ったら、落ち着かなきゃ。もちろん答えは、おちんちんと。そんな風花に、黒瀬が一つ込み。
夏休み中にちょっとラジオを聞きすぎたね。なんでそのクロスが言う必要あるの。なるほど。さあ、高校有田。ペンネーム、俺の太陽。トリビアの泉内のトリビアの種のコーナーにて、八島さん、視聴者の方からこんなハガキが届きました。今世間では自民党総裁選の対決が注目されていますが、そんな中僕はこの対決、そう、長州力のコラコラ問答と清成高校の黒瀬による南下問答の対決に注目していました。どちら勝つのでしょうか。これってトリビアになりませんかね。お願いします。実際にやってみた実況。さあ、この日がやってまいりました。長州力対黒瀬直国、解説はこの方々、クリームシーの二人です。よろしくお願いします。それでは参りましょう。長州力の入場です。たかたかたー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 たらららららら。うん、今日は負けないですよ。うん、俺に勝ったら大したもんですよ。さて、対するは清成高校高校、黒瀬選手の入場です。パラッパッ、パッパララッパッパラッ。なんだよ、今日。パラッパッパッパッ。今日は負けないからね。僕を倒したら大したもんだね。さあ、戦いの火蓋が切って落とされました。カーン、バチギン。おっと、いきなり黒瀬のビンタが入った。それがお前のやり方か。それがお前のやり方か、こら。それがお前の。ちょっとよかですか。何こらた、なんか。何こらた、なんか。何こら、なんか。ついに始まりましたね、皆さん。どちら勝つと思いますか。そうですね、どちらも手強いですから、これは目が離せませんね。2時間経過。何こらた、なんか。何こらた、なんか。全く衰えませんね。有田さん、この勝負どう見ますか。そうですね、まあこっから気力の勝負だと思いますよ。5時間経過。おっと、両者に疲れが見えてきた。まあ猫だったか。なんか何猫だったな。バタン、カン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 。ついに決着がついた。勝者長州力。チャーシュー。それを見ていた徳田の小倉さんが次の日の徳田のオープニングで一つ突っ込み、おはようございます、黒瀬に心の金メダル。実際に来ましたからね、これは。何でしたっけ、荒川じゃなくてすぐりか、すぐりに心の金メダルっていうのは、荒川静が金メダル取った次の日に言いましたから。さあ、それではここで決まったら終わりか。はい、判定どうぞ。上田、有田、上田、よっしゃ。なるほど、ね、3対2ね。あと2ラウンドなんだな。第6ラウンド目。うわ、どれにしようかな。ああ、どうしようかな。チキショー。しょうがない。これでいくか。うん、しょうがない。仏を知らない子供たち。上田。さあ、始まりました。クリームシチューのオールナイトニッポン。今日は2学期最初のスペシャルウィークということで、ゲストはベッキーさん。ベッキー。こんにちは。実は私、この番組聞いたことないんです。どんなコーナーがあるのか楽しみにしてます。有田。じゃあ、早速コーナー行きましょうか。アーハーライン。1枚目は、佐賀県佐賀市のロングラン。生放送中、催眠術で自分をマイケンと勘違いしたベッキーが、突然、アナルを広げ出すハプニングに出せるアーハーラインはプライスレス。ベッキー。何なんですかこのコーナー。私帰りますと怒って帰ろうとするベッキーに上田が一つ突っ込み、あったかくして寝ろよ。止めろよ。そこでもですか。止めろよ。それでいい人と思われるんですか、上田さんは。思われてる。勘違いしてる。今日ネプチューンの楽屋でチンタラしてたら、うん、ベッキーが挨拶しに来て、もうあ、そうなんだ。知らないよなと思いながら挨拶しましたけどね。そりゃそうだよ、知らない、うん。じゃあ行きましょう。いいよ。ラジオネーム、栃木県、秋山氏。テレビをつけると、新番組の CM がやっていた。あの人気番組が復活。総裁選よりも熱い芸人たちの戦い。ボキャブラ天国2006。豪華出演者。電光石火のトリプルプレイ。ネプチューン。魅惑のサラブレッド。テイク2。列島危険地帯。デンジャラス。回転禁止の青春。U ターン。回転禁止。歌う阪急電車。三木哲也。音ボケツインターボ。カイジャリ水魚。最初ね。音ボケ数学教師。黒瀬直邦。はい。裸足で戦うサファリパンツ。プッ。押し入れのエロ本。
ブリーフ短パンの奥の突起物コリモマサオくだらねえ、くだらねえ、前歯を失った男マードックよく覚えてんなお前、邪悪なお兄さんカイジャリ水魚邪悪な数学教師黒瀬直くんいいよ黒瀬はもう、熊本のジュリー沢田返事俺だよ俺なせんもう一丁集合まさきよすごいなよく覚えてる、お酒かな黒瀬直くん、黒瀬はいいよもう、肛門突入作戦前田健風のような花びら三回転上田風花松戸のアイアンシェフ千鶴ベッピーし、ベッキー親衛隊ロングラン最強の素人、清水。カレー事件、黒瀬直国。黒瀬いいよ、もう。ロケバスの眠り姫、ババア大橋。ロケ弁ジャンヌダルク、ババア大橋。I'm OK? 徳光和夫。なんか、黒瀬直国。黒瀬いいよ、もう。アジアの超特急、抜群。あ、覚えてんな。解散5秒前、長半コロコロ。排水の陣、ガネック、ヘが出た事件、黒瀬直くん。黒瀬いいよ。白と黒、黒瀬直くん。黒瀬いいって。僕から以上、黒瀬直くん。黒瀬いいよ。午後3時の男、斎藤あんこ。そんな CM を見た黒瀬が一つ突っ込み。頑張るもんね。まあね、黒瀬に対する期待度は半端ないからね。一番主張してるからね。よく覚えてんだ。いや、これは立作ですよ。はい、さあ、それではここで有田が取ったら決まっちゃうね。ということですね。判定どうぞ。有田上田、有田有田チーム勝利。え、これ今、俺上田チーム3連敗だろ。うわぁ、やっべやべ、来週あたりこれ食い止めねえと。ちなみに、その最後に残したやつ一応、紹介試合しましょう。あー、じゃあいいよ。うん、おー、京都市。布団が敷いてある。なんちゅうラジオネームで布団が敷いてある。下ネタではないですけどね。まあね。新学期を目前とした夏休み終盤、故郷を訪れていた上田は、あの先生と再会していた。うん、いやー、先生、お久しぶりですね。久しぶりだね。この子は誰かな、お酒かな。いや、娘の風花ですけど。ほら、風花、挨拶しな。はじめまして、風花です。君は小学生かね。小学生なら家で宿題をしろ。え、宿題もう全部やりましたよ。なんか。いや、だからもう全部なんか。いや、だから全部なんか。なんか。いや、だからな、なんか。いや、だからな、なんか。すまなかったね。おや、黒瀬が負けた。そこで風花が一つ込み。だって私だぜ。うん、新しい展開ですね。うん、黒瀬が何か問答。何か問答を上田さん大好きですね。はがき4枚か5枚くらい何か問答でしたよ。違うんだよ。そればっかりしか来ねえんだよ。じゃあね、どれ行こうかな。結構まだまだね、あるんですよ、いいの。じゃあこれ行こうか、復刻版つまめ。ああ、テレビつけたらいいけど、どこも総裁選のニュースばっかりでつまんねえな。あ、そういえばこの前、力ドラマやってたチャンネルあったな。あ、ダメか。ここも総裁選のニュースやってるわ。あれ？今度はこのチャンネルで違うやつやってるみたいだな。ちょっと見てみよう。聴取のケツがドアップで映し出される。え、ウェーワーシャーシャー、チャチャラチャラチャラ、ウェーワー聴取、テレレ。うん、毎度おなじみルローの番組力盛りクラブの時間です。うん、それにしても9月までまだまだ蒸し暑い日が続きますよ。うん、こんな日は冷えたビールを飲みながら新日の試合を見るのが一番ですよ。待て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 、元気ですか。元気があれば何でもできる。元気があればビールも飲める。でも栓抜きがないとビールが飲めないというわけでねえ、今日はですね、力さんと一緒に、栓抜きを作ってる工場へ行って、狂気にもなる、オリジナル栓抜きを作ろうと思ってんだ。それで行くぞというわけで、今週は、馬之助もびっくり、オリジナル栓抜きを作ろうという画期的な企画です。でもその前にこちらのコーナーをどうぞ。力耳アワー。うん。誰が言ったか知らないか、言われてみれば確かに聞こえる力耳アワーの時間ですよ。うん、今日もお会いじゃあ、こちらの方ですよ。
どうも、藤見です。お前かい？いやー、今日も遅刻してきたら、遅刻してきちゃいましたよ。うん。それじゃ早速お願いしますよ。それじゃあですね、一曲目は、ベンイーキングで、スタンドバイミーです。When the night has gone, and the land is dark, just alone, and just stand, stand by me.そんなにこらタコうわぁ、それな確かにこれ何タコこらって言ってますね、これ。超えねえよ。いやこれはジャンパープレゼントしてもいいんじゃないですかと興奮しまくっている藤波に力森さんが冷静に一つ突っ込む。まあいや、これバンテージで十分じゃないですか。知らねえよ。お前んとこの商品が何かを。とうとう、力盛りクラブ始まりましたね。そう、普通あの、何、復刻版ツバメだっけ。これちょっと快進撃続いてるね。これほら、一回引退するじゃないけどさ、あったけど。ねえ。全然まだまだ。いろん、多分いろんな番組に進出するんだろうしな、今後な。まだ本当あったんですけども。じゃあ一応判定してもらっておく、はい、まあ紹介試合だけどね。判定どうぞ。ありたありたありた。だからこうやっぱ完敗だったんだね、今日ね。おー、5対2だもん、ね。5対2ですよ。やばい。このままだと俺4連敗になっちゃうから、ちょっと来週頼むぞ。確かに、ね。3連敗で食い止めたい。長半コロコロ解散総選挙が終わって、ちょっと、ちょっとエアポケットが入ってるじゃないですか、今。いや、入ってませんよ、大丈夫。だから、ちょっとほんと罰ゲーム企画とかも。大丈夫、入ってません、入ってません。なんせ、のんき山崎っていう存在がまだ大丈夫、入ってませんから。ぜひ、有田チームも、頑張っていただきたい。じゃあ頼むぞ、来週のテーマ。ああ、人生対決と。ね、いうことで。上田チームはね、この41年ぶりの男子退場、誕生で少子化に歯止めがかかるか。ね、子供。うん。有田チームは、来週の月曜日は敬老の日ということで、お年寄り。なんかまた、ずいぶんまともなテーマになった ね。子供、うん、ああ、人生対決って。いや、そうですよ。やっぱりこれちょっとまあ、めでたさももちろんね。子供対お年寄り。含めて。はい。ということで、この二つのテーマにまつわる人、物に例えツッコミね。上田チームが子供、で、有田チームがお年寄りと。郵便番号100-8439、日本層クリームシチューのオールナイト日本例えってがあって、それぞれのチームが借り、勝ったチームにガネックプレゼント送っとけ。俺思うけどさ、このラジオでさ、まあ、特に2時間のラジオとかで、1時間半俺曲が流れてるラジオなんかねえと思うんだよ。1時間半経ってるからね、今日。ドライバーさんとかはもう嫌だろうね。曲を聴きたいじゃないですか。ね。しかもね、曲聴きたいんだよ。曲始まってんだよ。まだ喋ってるんだよ。素直に曲聴きたい。本当に申し訳ないね。いや、本当だよ。綾瀬はるか、交差点です。大阪府豊中市のラジオネーム長ネギ高校3年だなあ上田に有田この間の長半コロコロ解散総選挙では一部で解散したらガネックが路頭に迷うからかわいそうって意見もあったと思うけどガネさんって一応ツッコミだろってことは仕事によっては十分金でもやっていけるはずだから解散しちゃってもよかったんじゃないか例えばそうパラダイステレビの司会をやってこう言うんだ濡れとるやないかクリームシチューのオールナイトニッポンものすげえ下ネタだからなこれという有楽町日本放送から北は北海道南は九州沖縄まで全国36局ネットで生放送クリームシチューのオールナイトニッポンちょっとですね、うん、あのメールが来てるみたいですよ。まだ募集してたんですか？ちょっと読んでもらって、なんか来てるみたいな。なんで俺がこれ読まなきゃいけないのかな、もう。広島県のダヴィンチ、有田、一枚でも多くリスナーのメールを読もうとする姿、パーソナリティとしてかっこよすぎるぞ。まあまあ、本当にそれだけだからね。自分がどうこうとかじゃなくて、自分のメールだからとかじゃなくて、とにかく一枚でも多くよ。お前そんな人間じゃねえじゃねえか。お前は褒めるだから一枚でも多くよ。またやっちゃってます、上田さん。はいはい。人がへこんでる時に。知らねえよ、お前がへこもうがなんだろうが。脳がきですか、そう。そんな要求の仕方ねえだろ、自分を褒めてもらうメールをさ、ちょっと脳がきですかね。はい、脳がきですか。
埼玉県の太陽爆発。有田、いよいよ松井秀喜選手が復帰するな。今シーズン中の復帰も危ぶまれる中、驚異の回復力で戻ってきた松井選手。すべての野球ファンを代表してこう言わせてほしい。すべてはお前のおかげだ。ありがとう、有田。関係ねえなあ、松井の、うんじゃねえぞ。何らか、遠いね、な感じで影響を与え合ってる。あってね、お前は影響を受けてるかもしれないけど、向こうはない。ね。ねえよ、励まし合ってる。違うジャンルですけど。おめえのことなんか知らねえよ、向こうは。やっちゃってますね、上田さん、また。そうだねっていうところでして、今、そういうこともあるかもしんないな、みたいな。ねえ。アメリカで日本テレビ見てるかもしんないな、ラジオとか聞いてるかもしんないしな、みたいな。そうだね。じゃあ、まだまだ募集しております。もういいよ。もうほぼエンディングの時間なんだからさ。いや、単純に、プライベートで。お前が家で読む文化よ。な、絶対送ってこなくていいかな。じゃあ何の曲いこっか。さあな、じゃあこれいこっか。斎藤あんこ、エバーグリーン。え、マジでデビューしたの？うん。こっちがわかるだろ、あんこさんだけ。あ、こっちがシザーシスターズ、I don't feel like dancing。上田のお母さんも毎週聞いてるぞ。まあね。クリームシューのオールナイトニッポン。おい、お前いいよ、もうこんなのやる時間ねえよ今日は。なあ、ザーデーボーイ。もうザーデーボーイ。全然ヒリヒリしてくださいな。ソーリーご無沙汰でと。うるせえよ豚。久々にお送りするおなじみ有田マリックの時間なのかな。お酒かなみたいな言い方すんな。毎回ラジオの前の、悩める君からのリクエストを受けて、うっとうしいな、この子。俺っち有鉄が、魂が、ゆすだどこで壊れるのかがわかんねえんだよ。どれだけ一曲歌っちゃってる子なんだけど、久々だよね、健坊な。だから、やんなくていいんだよ、どうなのもう。リクエスト届いちゃってんの、健坊。どうなのよ。ああ、いいよ。健坊って誰なんだよ、だから。なんだよ。どうせくだらでやりとりだろ、また。内容のね。お前が持ってるぞ。その鉛筆を俺がかじったやつって言うなよ、お前さ。全然つまんねえ。取っとけよ、お前、取っとけよ、その話を。やめちゃえよ、このパーソナリティは。あ、届いてるみたいな。じゃあ、読みましょうか。どうも、小野の妹子です。もう読まなくていいよ、嘘だな。妹子って呼んでください。読まなくていいって。意外ですか？意外もそう、嘘じゃねえか。私がこんなハガキを書いてるなんて。当たり前だろ、お前。それとも何ですか？現随師はハガキを書いちゃいけないと。いや、そういうことじゃない。まあ、それはさとき、私こう見えても悩みがあるんです。ほら、名前が妹子でしょ。私自身では普通に気に入ってるんですけど、やっぱ国内でも、隋でも、最初は女だと勘違いされちゃうんですよね。まあ、それはそうかもしんない。ここだけの話ですけど、実は聖徳太子様も、実はずっと私を女だと思って採用したんです。徳ちゃんも、あ、すいません、聖徳太子も、女には目がないみたいで、あ、見えて。で、そう、初めてお会いした時はがっかりされましたね。こっちこそがっかりでしたよ。能力よりも、女という点が採用の決め手だったなんてさ。まあ実際、女じゃないんですよね。わかってるよ、わかってる。見た目は。まあ、いや、わかってるよ。え？お前、ヒゲ面だろうが。見た目は、の部分が気になりましたか？そうです。私は、徳ちゃんのことを男として見てます。そうだな。もちろん。でもまだ勇気がなくって、こぐってはいないんですよね。なので、リクエストは、尾崎豊さんの I love you で、私に力をください。いや、だから、なるほどね。どんだけ時代を超えてやってきたんだ。まあ、そういうさ。いや、そういうさじゃねえんだよ。恋愛は、allowed。わかんねえよ。あれ？お前が何のコメント残そうとしたの？あれ？ PS？ 何の？わかってんだろ、PS があるの。あれ？私って本当に妹子だっけ？違う。違う。よく考えたら間違えた。私、ラジオネーム、カボスだった。ちょっとふざけんなよ！わかってんだろうが。なんだよ、これ、ちょっともう。お前がなんだよ、この、目の下の黒板が。
あるけどさ。あーもう鬱陶しい。歴史的な人物だからと思ってたのに。ほら本当一番鬱陶しいわ。I love you。You kill me だよ俺に言わせる。今だけは悲しい歌。ほら本当聞きたくないよ。貴様の歌。いや貴様の歌だけは聞きたくないよ。I love you。今一度言うぞ。You kill me だよ。逃れ逃れたどり着いたなあもうこの部屋ああなかなかこれやめたすぐ許された恋じゃないから俺はこの歌を許してないんだよ二人はまるで捨て猫みたいもう俺お前を捨てようと思って本気だよこの部屋は落ち葉に埋もれた空き箱みたいもうお前その辺に埋まれるやなあだからお前土に埋もれて死んじゃえよお前お前だよなあ俺のこの魂の叫びが聞こえねえのかなあうーじゃねえよおいきしむベッドの上で優しさを持ち寄り俺はもうほんと最大限の優しさで聞いてやってっけどよ分かるだろなきついこのコーナーきつい俺に言わせればよなあおい俺な、俺部長たちお前の目閉じさせようと思ってんの。本当だよ。これ本当だよ。な愛がしらけ。しらけてんだよ、こっちとらよ。しまってるよ。なあ、俺お前本当目閉じさせようと思って。本当だよ。おい、本当だよ。キルユーだよ。ねえ、お前だよ。クリームシーのオールナイトニッポン、この番組は明治製菓、創価大学、明星食品、THC 以上各社の協賛で東京中央大学有楽町日本総合ステーションに全国36局ネットでお送りしました。エンディング。まあホメールはすごい来てくれたんですけど、一方で、サガネさんのメールが全然来てないです。まあな、これ寝てんだよ、まあ、ほんと間が悪いなんでですかね、ミショさんが送ってさ、先週あんなやったらなんかリアクションあるかなって。そうだよな、今週なんなりとな、俺らもなんなりと話するわな、先週あんな感じになった、どうのこうのみたいな。あんなところ来てみたらさ、ジングルとかも坂根さんのこと中心にこうなってたわけじゃん。ね、これですよね、多分僕の予想ですけど、マネージャーとかは聞いてて、ミショさんも聞いてて、おい坂根、お前メール送れって言ってるぜみたいなので、多分起こそうと努力したと思うんですよ。聞いてないんで寝てるんですね。だってなぜなら明日朝から掃除があるから。あ、それの理由か。あ、もうちょっと、もうこれもうどうしようもないですよ。これ解散だな。やっぱ西尾さんと解散を今度リアルに進めてみよう。あれバカねえもんね。西尾さんはちゃんと毎週送ってくれてるんですよ、メール。ああ、やっぱ偉いよね。ありがたいよね、西尾さんね。うん、なんでしょうがない。まあ、もう、いいです、じゃあ。さあな。うん。じゃあね、例えて合点のね、テーマね。上田チームが子供、それで有田チームがお年寄りと。そう、頼むぞ、来週負けたら4連敗だからな、上田チームちょっと見切れて送っとけよ。あとはだな、まあババアとか私のラジオネームとか、うん、アーハーラインにやってないね、最近全然やってない、ね、あとチンゲのコーナーもやってないし、やったことがない、そんなものは。螺旋の決断のコーナーも、ま、最近やってない、ね、あれは架空ですから、ハガキの中で行われてるだけだから、螺旋の決断は最近やってないよね。言ったけど今日も螺旋の決断あったからな、ハガキに。ちょっと残念ながら、クロスのお酒からの研究のコーナーも最近やってないよね。それはさっきのハガキで一くだり出てきただけだからね。ということでこの後はね、斉藤あんこさんのオールナイトニッポンエバーグリーンですと、うん、できればね、のんき山崎さんをゲストに、ね、名優としてさ呼んで、昔の思い出話したりさ、今近況とかお話聞きたいんで、ちょっと上田さんちょっと当たってきてください、来週ぐらいまで。おお、時間あったらマジヤフでしたら、一回会ってラジオ来てよ、遊びに行って来てください。多分ダイレクトに頼んだ方が早いと思うんですよ。さあな、あ、そうか、太田プロは太田プロだよね、そうだまだね、うん、でもまあ別に直接な、ちょっと出て、遊びで出てくんないみたいな感じでね。そうだな。その際ほら、仲のいいガネさんどうする。いや、もういいでしょ。
え、あいつはマジピキですか。いや、もう掃除に専念させまして床拭きで。そうだな、うん、なんか起こしとくのも申し訳ない。申し訳ない、やっぱ目指してあげよう、うん、だってね、やっぱほらメルコは育つって言うじゃんか、ね、あれとやっぱ今ちょうど寝たい年齢寝たい年齢育ちたい年頃だし、育ちたからさ、しょうがない。西尾さんはまあ随時何かありましたらまた、ね、そうだからちょっと西尾さんにはまたよかったら来週も送っといてもらおう、うん、うん、あということで、じゃあ今日はこの辺でお別れだね、うん、クリームシチュー上田晋也と実は有田哲平が喋っておりました。また来週、バイバイ。僕から以上、オールナイトニッポン。